全国のコーレス好きの皆様、こんにちは。コーヒージグリグチロのトマです。今回なんですけれども、こちらコーレスゴールドフィルターを紹介したいと思います。コーレスゴールドフィルター、もうすでに使われてる方すごい多いと思います。今さらレビューするのかよっていうぐらいもう有名なドリッパーになるんですけれども、普段 V60 しか使ってないよ、カリッタしか使ってないよっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方にこちらのゴールドフィルターを紹介していこうと思います。このゴールドフィルターすごくよくできてるんですよね。今までなかったようなドリッパーになってますしですね、色的にもそうですよね。純金メッキでできてるドリッパーってあんまないですね。いや初めて見た。かっこいいね。めっちゃかっこいい。男心くすぐる感じですよね。でこのドリッパーいろいろと特徴があるんですよね。ペーパーを使わないドリッパー、一番多いのはステンレスでできてるドリッパーだと思うんですけど、ああいうものって割とこう油分が出るじゃないですか。このゴールドフィルターも同じで、コーヒー豆の持ってる油分をダイレクトに出してくれるんです。まあこの辺は想像できません。なんですけど割と落ちるの早いんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ここはメッシュになってるんですけど、そのメッシュが割と粗めに設計されています。なので中細引きとか細引きで入れると粉っぽくなるんですよ。なので推奨としては中引きとか中粗引きとか粗引きで抽出していただければ美味しく入ると思います。でこれ純金メッキってことなんですけど、なんかそのステンレスフィルターとかって割とこう匂いがついてしまったりとか汚れがつきやすかったりするやんか。この純金メッキのゴールドフィルターはカビや匂いがつきにくいらしいんですよ。割とこうずっと使ってると汚れていったりとか匂いがついてしまったりとかっていうこともあると思うんですけど、このゴールドフィルターはそういうのがあんまりないということですね。今回はこれで実際に抽出してみようと思うんですけど、どれぐらいの落ちる速度なのかとか、こういうペーパーレスのドリッパーってどれぐらい微粉とかが落ちるのかとか気になるところだと思うんですよね。今回はその辺をしっかりレビューしていこうと思いますので、気になる方は最後まで見ていてください。では抽出していきましょう。それでは抽出していきたいと思います。今回はこんな感じの浅入りのコーヒー豆で抽出していこうと思います。6名コーヒーさんの COE の豆なんで、むちゃくちゃいいやつですね。ホンジュラスのコーヒーになります。でこれを中粗挽きで挽きました。これ細かいとね、本当に微粉とか細かい粉が液体の中に混ざってしまうので、あんまりおすすめできないです。なるべく少し粗めに挽いてあげましょう。これ見えますかね。一応ここに目安の印がついてるんですよね。これが2カップ用、3カップ用、これ本当に入り加減とかによっても変わってくるんで、何グラムの粉量ここって感じじゃないんですけど、はかりとか使うのめんどくさい方は結構便利ですよね。今日は浅入りのコーヒー豆 17g 中粗挽きに対して総容量が 230g で抽出していこうと思います。それを4回に分けて注いであげます。お湯の落ちるスピードとかに注目して見ていただければ、コーレスゴールドフィルターの特徴が分かりやすいかなと思います。でこれドリッパー自体が楕円形になってるんで、注ぐ時は円じゃなくて楕円形で注いであげたいと思います。それでは抽出していきます。まずは 40g 注いであげます。よいしょ、上げてみよう。最初ザバーッと落ちましたよね、さあ蒸らしの後にどんな感じで落ちていくかが見ものですね。これちょっと持ちながらやってみましょうか。いきまーす。次 60g を注いであげます。どうですか。お、結構早い。あ、ほんと。うん、早かった。うん、じゃあこれいつもよりタイムを早めてあげた方がいいかもしれないね。粉の量とお湯の量は同じで、タイムを早めに設定してあげても美味しいかもしれないですね。3投目。はい、早いね。うん、もうあげた時には結構なくなってるね。これももっとゆっくり入れなあかんわ、多分。ちょっと早めに注ぎます。4投目です。すごいな、4投目注いでるけど、もっと遅く注いであげた方がいいのかもしれない。一瞬で落ちるね。うん、すごい。
もうちょっとゆっくり注いだ方がいいと思いますね、おそらく。ちょっと落ちるのが早すぎて、今のちょっと薄くなっちゃってるかなと思いますんで、どうなってるのかっていうところをちょっと今回注目して見ていこうと思います。では飲んでいきましょう。それでは抽出を終えましたので飲んでいこうと思います。サルン。おお、割と濃く出てるね、ちゃんと。うん、なんか早かった割にはね。もうちょっと薄なっちゃってるかなと思ったんですけど、割と濃くは出てる。でもうちょっとやっぱ遅く注いだ方が良かったかな。なんかちょっといつも通りハリを V60 で入れるみたいな感じで入れるとちょっとお茶感が出ちゃうね。ああ、なるほど。薄い感じ。結構微粉出ますね。油分と微粉が思ってた以上に出てる。特に油分に関してはこの見た目で分かるよ。すごいよねこれ。フレンチプレスよりワンチャン出てんじゃないかってぐらい出てると思う。微粉感は若干やっぱありますけど、油分に関しては面白いですよね。僕結構その好きなんですよ、フレンチプレスとか。うん、すごいなんかクリーミーな感じになる。そうそうそう。ただまあそのちょっと微粉のせいでザラつきはあったりすると思うんですけど、まあでも面白いですね。新しい味わいですよ。いつもの V60 とはまた違う感じ。うんうんうん。これなんかあんまり考えずにさーって全体に注いで止めて、落ちきったらさーって入れて、目標の出来上がりのグラムまで注いであげる入れ方が一番いいかもしれないですよ。あ、一周したら止めて、落ちきったらもう一回みたいな、何回も何回もその高速抽出で抽出していく入れ方がいいかもしれない。グラムによると思うんですけど、7回に分けて抽出したりとか、7回に分けてもそんなに多分時間かかんないと思いますよ。っていう風なこうアレンジは必要になってきますけどね。油分のあるコーヒー美味しいな。うん、美味しいですね。嫌いな人もいらっしゃるんですけどね、うんうん、好きな人は結構好きですね。まあだからこれおそらく品質の悪いコーヒー豆だったらちょっとザラつきは目立つと思う。ああ、そういうことか。やっぱりこうスペシャルティーコーヒーとか言われる高品質コーヒー、そういったコーヒー豆で入れる際は油分が出ていいコーヒー豆の味をダイレクトに出してくれるんで結構美味しく入るかと思います。ではさっき言ったようにいつものハリオ V60 での入れ方とか、カリタさんとかメレタさんとか使われてる方いらっしゃると思うんですけど、それと一緒の入れ方で入れちゃうとちょっと薄くなるんで、その辺だけ気をつけていただきたいなと思います。いつもより回数を多めに分けてあげて抽出してあげたらいい感じに濃く美味しくできると思います。フレーバーが強いコーヒー豆とかでもそのフレーバーは割と出てくれると思いますけど、ミルクチョコ感のあるコーヒー豆とかだったらすごいなんかこうどっしりしたチョコレート感になって油分もそこに交わって美味しくなるんじゃないかなって今なんか想像しちゃった。はい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 。ホンジュラスのコーヒーとかブラジルとかもそうですけど、高品質コーヒーだけどむちゃくちゃ明るいフレーバーというよりはどしっとしたようなチョコレートとかカカオとか、うん、そういうフレーバーが強いものとかも結構合うんじゃないかなと思います。あ、なるほどね。これもホンジュラスか。うんうん。だから合うんや。ボディ感のあるどしっとした味わいが引き立ってるような印象ですかね。割とこう液体の最後の方になってくると微粉感がかなり残っちゃうんで、この辺は飲まなくてもいいのかなとは思いますけど、落ちるスピードも早かったと思うんですけど、メッシュが粗めなので一気に注いでしまうとかなり早く落ちすぎてしまうっていうところがあるんで、これデメリットじゃないですよ。そういう特徴のドリッパーとして捉えてあげたらいいかなと思います。まあ、まとめると、あんまりこういうドリッパーはなかった。ここまで油分が出て、ダイレクトにコーヒー豆の味わいを液体に出してくれるドリッパーっていうのは、あんまり見たことがないので、ぜひ気になる方はこのコレスゴールドフィルター、概要欄に購入リンク載せてますので、チェックしてみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コーヒー好き集まる LINE のオープンチャットも運営しております。コーヒーの情報を発信する Instagram、Twitter なども概要欄にございますので、ぜひご覧ください。ハリオオフィシャルショップで何度でも使えるコーヒー塾限定のお得なクーポンもございますので、合わせて概要欄の方からご確認ください。では今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。